はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。スパイクタワー、前回はねめっちゃ調子良かったよね。まあ相当勝てました。6連勝ぐらいしたような気がするんですけどね。今度はねスパイクタワーって書いてたんで、まあ鉄球かな、鉄球をどんどん避けながら行く感じかな。あ待って、誰だったっけ、あキノピオだったルイージ見てた、相当ルイージ見てた。うわ難しそう。あら、あ待って、動けねえんだけど。待って、動かして攻めて、待ってよどうかしてよこれ。いや一番中途半端じゃんこれ。は中途半端すぎこれ。おいおい、頭だけ出てるって。ちょっと待ってくれ、誰か開けてこれ。もう開けようない、うそ。あのルイージ多分めっちゃいい人だよきっと。顔がめっちゃいい人だったもん、このルイージ見てて。多分めっちゃいい人、何もしない動かないまあいいや、このまま右行きます。あ待って、やーべーしくった。ちょっと待ってね、ここアイテム取っていきます。あプロペラ、プロペラいいね。このまま上に行く感じ。あ待って待って、熱いこれ遅れてってよかったね。多分プロペラがいるんじゃないかな。オッケーオッケー、これはもうワンチャンあるよ。じゃあよし、でこのまま落ちないあ待って、あ待って、やべや、完全に忘れてたね。 R ボタン押したらあの壁キックできないことを完全に忘れてましたあこれ見たことあるよ、これ見たことある。よろしく、キノピコ、キノピオじゃねえ、キノピコやもうわけわかんねえもうキノピコとキノピオもうマジでよくわかんないんだよな。待って、投げない、大丈夫、信用していい、信用していい、多分このキノピオはマジで信用していい。タジココ、タジココさん一緒に行きましょう。え、あのキノピコ見て、ゴール譲ります、はてなはてなって書いてる。譲ってくれんのかな。でも大体こういう人に限ってさめっちゃ強欲なんですよ、見て見てほら待って、これ最初いけないから。オッケーワンチャンあるよこれ、オッケー。うわぶって、トロール的な感じ、ここ大丈夫、このまま普通に行きますね。じゃあオッケー、これリフト乗り継ぎゲーだね。私リフト乗り継ぎゲーめちゃくちゃ得意です。多分こういうところではねやられません、多分ね多分こういうところではきっとやられないでしょう。普通にクリアできると思うんだよね。譲ってくれ。レース始まって速攻挨拶してきて、さらにねその挨拶してきた人がねもし勝つじゃん、まあ、ゴール待ちをできないで勝ったりするじゃん。そしてねごめんなさいって送ってきたら、だいたいリスナーさんなんですよ。ほらほらほら、ね、これ完全にそうでしょ、完全にそうだそういうことか、そういう、うわーバカめー、攻撃するから、見て僕を攻撃、うわあぶねー待って、やられないようにしよう、あのキノピコだけにはやられないようにしよう。いやだいたいいい人なんですよ、いい人だけど、やっぱバトルだからね攻撃しなくちゃいけないっていう感じだよね。うん、わかるよわかるけどね、負けたくない、私負け全くありません。ほっ、そっち、キノピオそっちですか。でも僕は右行きます。オッケーオッケー、ルイージよし、これはワンチャンあるよ、このまま抜いてゴールでしょ。オッケー、待って違う違うんだって、うわ違うんだって、違うんだって違うんだって、と、トモチョコだよ、あれは多分本命だね、多分好きな人にさあげる時だね、これ友チョコだよみたいな。え、友チョコ、あ友チョコ運んでくれてる、お知り合いじゃないこれ、優しい友チョコ、もうそれもう僕のこと好きでしょ、友チョコ本命ちょうだい、本命のチョコレートちょうだい、このまま一緒にゴールできる、いや信じよう、僕あのコントローラー置きます、僕コントローラー置きます、今、あ、ちょっと待って、ガタとかうるさかったけどコントローラー置きました、はい、ここでトモチョコ頑張って、あはははいいね、トモチョコ頑張って、トモチョコ頑張って、うわ優しい、捨てないで一緒に行ってる、うわあマリオやられた、うめえトモチョコうめえ、チョコだけに何言ってんだ、あ待って、あドングリドングリ、待って今ごめん持った、待って、この人邪魔、この人邪魔、この人邪魔、オッケートモチョコ、いやごめんトモチョコ、
大丈夫、僕行っちゃっていいの？え、トモチョコは待っておこう。せめてトモチョコ待っておきます。一番に行ってトモチョコだけはね、一緒に絶対ゴールしてみせますんで。トモチョコめっちゃうまかったね。うわービビっためっちゃビビった。もうほんとやめてくれ。でもさ、ここめっちゃアイテム出るから多分大丈夫と思う。ほっ、オッケー。でこれ早く倒そう、早く倒します。あー待って、それ取らないで。トモチョコは、あ、トモチョコ行ってる。あ、トモチョコ、おった、トモチョコ。うわ、マリオか、勝ったの。あ、違う、あ、ゴール、まだだね。やばな、ワンチャンあるよ。うわ、ここゴールくせ。あ、トモチョコじゃん、おめでとう。1の3、ドカンとブラックパックン。どうしようこれ、滑っていく、滑っていこうか。オーケー、1番、オッケー。1番取りました。なかなか1番最初はね、あんま取れないんですけど。オッケー、待って、これ危ないやつでしょ。この亀吉は危ない、だいたい顔にやられる人多いんですよ。オッケー、このまま渡っていきます。じゃあいいね、中間ポイントの方行こうか。中間ポイントの方しかダメっていうか下行けない。で、じゃあ、いや、いいよ、これはワンチャンあるね。ほ、うわー、マジでキノピオが、キノピオが、キノピオが。これもなんかバトルを越すっぽいね。一番右行こう。よし、オッケー。これさ、なんか有利な人おるんじゃない、これ。きっときっと有利なとこあるよね、絶対。それが自分のところだったらいいんだけど。ちょ、待って、これ、ちょ、ここきつくね、ここ絶対フリっぽくない、ちょ、むずけー、ここあ、壁ジャンプで行けって感じね。わかりました。で、このままジャンプ、オッケー。で、じゃあビヨンでしょ。で、もう一回ビヨン、ビヨン、うっと、ここでマリオ抜くのか、どうなんだ。マリオ抜いたね。で、ここでずっと壁ジャンしていこう。多分それがいいと思う。ここ、ほら、壁ジャン、熱っ、ま、ここ当たりかもしれない僕にとって当たりかもしれない。オッケー、ここでゴールです。クレジット、コインをすべて225枚、めっちゃあるじゃんこれもう頑張って取っていこう。でもね、最後のあの全部取った後のさ、ゴール条件の奪い合いっていうのはね、めっちゃ好きなんですよ。あ、なるほどね、これで壊して先にあるゴール条件を、ゴール条件じゃねえや、コインを取れみたいな感じでしょ。もうすぐで、ここでゴール条件ゲット。よし、待って、撃たないでよくない、邪魔くせよっしゃ、よし、これ、あー待って、やばい、やられる、なんでみんなすり抜け。めっちゃ久しぶりだね、タイマー。わ、よろしく、マジよろしく、先もらうけどね先もらいますこれ下から行こうあー、あれ取れなかったの痛いな。あ、待って、これは勝てる、ちょっと待って、くっ、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。